はい、皆さんこんにちは。お金の学校 YouTube チャンネル、富のエグゼクティブマネーサロン校長の生博でございます。さあ、今日はですね、人生をより幸せに生きるためにね、まあ苦しみが多い人っていっぱいおられますよね。頑張ってんだけどうまくいかないとか、なんか大変な人生を送ってる方とかいっぱい、ね、問題抱えてる方いっぱいおられると思うんですけれども、そういったまあ過去の自分もそうだったということで、その過去の自分への提言ということで、まあもがき苦しんでる人たちに、まあちょっとはそこから抜けてたね、僕の視点から見たお金を絡めながら成功原理原則というかなっていうちょっと話をしたいかなと思うんですね。そもそもですね、リンドバーグという方ね、知ってます？大西洋を初めて単独飛行で横断された方おられるんですけども、この方の奥様がですね、海からの贈り物というね、本を出されてたんですね。もう何年前かな、もう数十年前に僕読んだと思うんですけども、彼女がですね、幸福について、幸せについての、人生についての提言を彼女やってるんですね。Life is a gift。人生、命というのは賜り物だ。天からの賜り物だ。神様から与えられたプレゼントだ。プレゼントは受け取ったらみんなどうするって、しまっておくって、プレゼントで苦しむ、悩むっておかしいよねって。いただいたプレゼントは使って楽しんで味わって喜ぶ。それこそが Life is the gift なんだよということでね。人生って楽しむために神様からのプレゼントなんだよって本なんですよ。そのプレゼントでなぜ皆さんは苦しんでいるのか、どうやれば苦しみから脱出できるのか、そもそも苦しみから脱出しようかっていうのがもう根本的に間違いなんですけれども、フォーカスするところそこじゃないですね。どうやったら抜け出せるかじゃなくて、どうやったら楽しめるかなんですよ。この人生を楽しむにあたっては、僕はいつもね、三本柱というのを、富のエグゼクティブマネーサロンとは別にね、初めに言ったように、ここに出てるみたいな、ハッピーライフオンラインサロンっていうのがあります。これ4月に大リニューアルしてですね、毎週ライブやったりとか、ちょっとなかなかなことをこれからね、やろうと思ってるんですけれども、その中でですね、僕いつもね、3つの話をしてるんですよ。今日はこの3つのですね、幸せの資本論ということで、3つの原資についてお話をやっていこうと思ってるんで、ぜひですね、皆さんの人生を楽しいものに変えていただけたらと思います。僕はこの3つを取り入れることによって人生大きく変わったのでね。さあ、それでは早速いきましょう。まず前半、この3本柱とは一体何なのか、そしてこの3本柱の重要性にフォーカスをしつつ、3本柱が必要なわけを自己体験を通じて話をしていきます。後半はその3本柱のそれぞれの育て方についてね、お話をしていこうかな。このね、実際、僕の3本柱っていうのは今から喋る3つとは別にですね、ポートフォリオ所得、勤労所得、それから事業所得の3つの柱という考え方もあるんですけれども、今日はですね、このどっちかというと考え方の方ですね、考え方、生き方にフォーカスした動画を撮らせていただきます。そしてもう一つの方のポートフォリオ所得、それから勤労所得、自動所得という3本柱と幸せの関係っていうのは、もう一本ね、別の動画を撮ろうと思ってますんで、そちらもですね、ぜひ見ていただけたらなと思います。さあ、それでは早速参りましょう。そもそもですね、みんな幸せの3本柱って何を思い浮かべる？幸せってなんでできてると思う？幸せってなんでできてるって考えるとちょっと難しいな。いろんなことが出てくると思うんですよ。まあね、これ子供も見てくれてると思うんで、毎回ね、ちょっと子供にも小学生にも分かるようにというつもりで、毎回ちょっと折り曲げずつ喋ってるんで、ちょっと言葉遣いが子供向けのところもあるけど、ご一緒の方ね、よろしくお願いしたんですけども。幸せの三本柱。幸せに人生を楽しんで生きるために何があったらいいのかということで、たくさんあっても困るんでね、僕は普段からハッピーライフで昔からずっと言い続けてきたことですね。それは何かというと、まず一つ目が、まあ、すっかり当たり前のこと言ってごめんね。学ぶこと。うわ、もう赤切ったらあかんかんかん。動画止めたらあかん。ちょっとまあ、先聞き。ね。人間ってね、どんな時に楽しいとか、どんな時に充実感感じるとか、どんな時にワクワクするか。つまりこれがね、幸せでしょ？充実感があったり、ワクワクしてたり、なんか、俺今日頑張ったなとかと思ったら嬉しいやん。これね、人間が持ってる、人間だけがもしかしたら人間だけが持ってるという成長欲っていうやつなんですね。この成長欲っていうのは、今まで自分の中になかったものを自分が取り入れる、学ぶ、ね、新しいことを知る。新しいことを知ると、今まで見ても何にも思わなかったことが味わえるようになる。例えばね、マカーニャーハラミタ新規福ワンジー細胞殺牛人ハンニャーハラミタってお坊さんが拝んでるの聞いたこと一度ある。一度はあんだけど何言ってるかわからない。ハンニャー新経って何やねん。でも、これを本読んでハンニャー新経を例えば全部覚えたり、まあ覚えてもいいけど、ハンニャー新経を唱えるとどうなのか知ったり、ハンニャー新経の中身を知ったら、突然お坊さんが言ってる話の意味がわかる。そしたら今までもう眠たいなと思ってたのが、ああそういうことを言ってんだなと思いながら聞けるやん。これが学ぶっていうことやね。学ぶと人は成長するんで、成長するっていうのは今まで分からなかったこと、今まで知らなかったことが理解できて味わえるようになることを成長というです。わかる？
なのでね、このね、学ぶっていうことは、今まで知らなかったもの、今まで聞いたこともないものとか、興味がないなと思ってたことをね、食べるとか、まあ、味わうですね。味わう、嗅ぐ、触れる、見る、触る、感じる。まあね、こうやりながら、まあ一番わかりやすいのは本を読むとかね、YouTube を見るとか、そうかなんか勉強会に行くとか、自分が目指してる、自分があんな人生を送ったらワクワクするなと思うような人が書いてる本とか、ワクワクするよなと思うような人が行ってる場所とか、その人らの講演会行って、その人がどんな人生を歩んでそうなったのかを聞くんですよ。聞いてみて。できたら喋る。で、自分の中に取り入れられないかな、自分の中にこのどこが、この本のどこが、この物語のどこが、この人の人生論のどこが自分に取れると自分の人生明日からちょっとぐらい変わるかなと思うのを聞くね。これがね、学びであり成長なんよ。ただね、濃度を取ったり、ただ言われたことを聞いて、ふんふんって言うとこれ学びって言えへんね。本当の学びっていうのは気づくことによって起こるんやんか。気づきって何か知らなかったな。マジか、ほんまか。なるほど。これ気づきやね。学ぶっていうのはただ入れるだけのことや。頭の中に情報を入れる。これ学ぶってね。でもこのを学んだやつを気づきに変えるね。気づきに変えた瞬間にどうなるか身につき始めるね。だから気づかない学びは何も意味がない。だから受験勉強とかね、一生懸命勉強していろんなもん覚えたところで、それで何気づいた？学校の先生もそうやけど、歴史の先生なんかもそうやけど、数学の先生なんかもそうですよ。覚えることをいくら教えて、子供たちに知識、知恵を叩き込んだところで、彼らがそれによって何かを気づいて人生が変わらなかったとしたら、それね、教えたとならないですね、先生方。学び成長すること。これが人生に与えられた権利であり、生きる喜びなんですよ、皆さん。知ってた？毎日だらだらゴロ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 、酒飲んでテレビ見て野球見てサッカー見に行って、なんか学んでるかい？気づいてるかい？やろ？だから自分の人生の中にね、毎日ちょっとでいいから、この学びを入れるってことが、むちゃくちゃ大事やねねっていうことなんですよ。そして二つ目。二つ目が冒険。冒険って何やんって、冒険なんか普段することないやんと思ってるから、違う。冒険っていうのはね、チャレンジすること。つまり、歩いたことない道、入ったことない店、喋ったことない人と喋る。やったことないことをやる。つまり、学んで成長するための過程とか、学んで成長する人が大体体験することなんですよ。本で読んだことをやってみる。これ冒険っていうね。やったことなかったら。そのやったことないことをやるとどうなるか。できないに始め、うまくできへんねん。迷ったりするね、道な。でも、そこで諦めたらあかんねん。その冒険失敗で終わるから、もう一回やんねん。できるまでやんねん。どないなのか。感動って生まれんやんか。わかる？今まで食べたことないようなもの食べたら、うわ、美味しいとかって、これ感動な。で、今まで見たこともないドラマを見て涙流して、はぁ、すごいなぁ、俺も頑張ろう。こんな人生の生き方、こんなものの考え方あるのか。知らんかったわ。感動。最近感動してる？みんな。何でもいいね。人間関係でどんな感動した？誰々さんと喋ってよかったなぁって。思ったのどのぐらいある？あるいはどんなもん食べて感動した？僕は最近だったら、例えばね、今から見せるやつはですね、実はこれ、もうなくなってるわ。これ、ここに満杯入ったやつが3つ届いたんですよ。むっちゃ重い。運んできてくれはったんですね。食べたらむちゃくちゃ美味しい。中社いちご、高島育ち。これむちゃ甘いんですよ、これ。食べてみやろ。むっちゃ甘い。これ感動っていうね、あんな。こんなでかい箱に大量のトマト届いて、もうこんだけになってる。美味しすぎてお裾分けもしたから、もうこんだけになりました。家族で食べてもね、ありがとうございました。花里さんやったかな？ありがとうございました。さっきのね、いちごくれたのは、安栗さんっていうね、僕の FX のスクールの生徒さん。これどっちもね、FX のスクールの生徒さんなんですよ。こうやって、ただズームとか僕の動画だけで見て学んでくれてるだけやなくて、わざわざ、お礼というとこうやって持ってきてくれる。会いに来てくれる。喋ったことない人、会ったことない人に、ありがとうございましたって言われる。これ感動であり、喜びやんか。冒険するっていうことは、むちゃくちゃ感動するチャンスがあるね。ただ適当にやったことないことやるんちゃうねんで。それをやることが、ワクワクすること、ドキドキすることやってみんね。失敗とかそういうこと関係ないね。味わうんでしょ。うまいこといかんかった。あちくしょー、しまったー。これも感動やねん。で、その時に、あ、しまったーと思いながらやめるのもええねん。でももう一回やろうかなと思って、できるまでやった時に、あ、できたー、やったー、俺、なかなかやるな。これも感動やねん。こういうことを毎日どっかにちょっとだけ入れんねん。どっか小さなことでね、小さなことでいいから冒険を毎日するんですよ。そうやることで人生が楽しみが増すっていうかね。ただ漠然と毎日生きてる人、冒険することない。学ぶこともないだけ。ただ朝起きて学校行って、勉強やって、クラブ行って帰ってきて、同じことを繰り返してる人。そこに感動を見出せれるかな？そこに学び
びを見出せれるかな。昨日よりもちょっとでいいから学ぶことによって成長した。昨日よりもバレエのジャンプが前よりも上手くなった。昨日よりも数学解いたことない問題が1個でも解けるようになった。これも学びや成長や。同時に授業中、先生って言って質問する。ドキドキしながら質問した。何言うてるかわからんけど頑張って聞いた。やった。初めて手上げたぞ。これもそう。僕の YouTube にコメントを書く。これもある意味、そういうの書くの苦手な人おるやん、ね。これも冒険やんか。で、僕の動画とかこれ見ていただいて感動したり気づいたってことをコメント欄に書き込む。書き込むことによって、新しい経験を積むこと。なんか見て、そこからね、学ばれてる方も多いと思うんです。で、学んで成長できてるかの一番大きな違いは、昨日と今日、自分がいろんなものを見たり聞いたりするときの視点とか考え方に変化があったかや。その変化によって自分はより自分と周りの人が笑顔になったり、自分や周りや社会にちょっとでも貢献できる自分の価値が高まったら成長したっていうね。感動するっていうのは自分の中の話。この感動を表現するっていうことはみんなにも分かち合うということ。自分の喜び失敗とか、そして学びを生かして誰かの役に立つ。これこそまさに成長の本質やね。そんなことを考えて毎日生きると、 Life is a gift、 いただいた賜り物を神様は、あ、こいつちゃんと使ってるなと、味わってるなということで運気が上がるんですよ。知ってた。そして三つ目が仕事。仕事をただ単に行ってお金もらうために行ってる方、はい、もう完全にアウト。あなたの人生は何のため、金のためか、食べるために生きてるのか。ここにね、リチャード・バックのカモメのジェナさんって本出てると思う。僕の、イキヒロシチャンネルね、もう23万人近く行ってますけど、あっちのチャンネルでもこの話したことがあんねんけど、カモメのジェナさんっていうのがね、実写版の映画にもなってるわ。僕この本大好きやねんけど、カモメがな、飛んでんねん。飛んで魚食ったりいろいろやってんねんけど、一匹のジェナさんっていうカモメが歩くとき気づくねん。僕はなんで魚食ってんの、なんで空飛べるの、何のために空飛んでんやろ、考え始めるんですよ。自分は誰なのか、僕はそんなことのために生まれてきたんだろうか、命って何だろうか、命を味わうってどういうこと。毎日みんなで飛んで魚を食べて飛んで、わーい、これでいいのかなって一匹のカモメが目覚めるんですよ。覚醒した。これが気づきですね。これ大いなる気づきと呼ばれる状態。こうなってくると彼は自分の一挙一動足、言動にも、喋ってること、行動にも意味を見出し始める。みんな意味考えんと生きてる人いっぱいいるわね。いろんな仕事とかいろんな出会いとかあるけど、一時それに意味付けなんかつけへんが、この人と会ったにはどういう意味があるんだろう、この話を僕がしてることで誰の役に立ってるんだろうとか考えるかい。仕事やってる方もそうや。毎日通勤してやで、ね、事務所のこの職方もおられたり、営業で回られてる方もおられると思うんだけど、その方々は自分がやってることで誰が喜んでるか、末端のお客さんのためにやってる、それとも会社のためにやってる、社長が喜ぶためにやってる、部長に怒られないようにやってるの、何のためやってる、子供がパパみたいになりたい、パパみたいな生き方したいと思われるような生き方してるかい。あなたがやってる仕事で誰が喜び、社会がどう良くなるかっていうところに焦点を当てて、もし生きてるならば、わけのわからん製薬会社とか、人間を病気に陥れる化粧品業界、食品業界とか、なくなると思うね。添加物なんか入れたパンを作るかい。なんとかパン、なんとかビール、なんとか製薬。ほんまに人間の幸せを感じてやってないな。最近多くの企業を見て僕すごい思います。愛がないな。愛と善。愛と善。ないやん。なんか金儲けだけのためにやってるやん。神様がいただいた命は金儲けのために使うもんか、違うよ。人を喜ばして人が幸せになることを手伝う、そういう特分を積んでいくと、神様がもっと遊べるように、もっと楽しめるようにお金をあげるよっていうのが世の中の本来の仕組みやね。これはお金とは限らへんねん。お金がなくても実際幸せに生きていけるし、お金がなくても海外に行けるし、仲間がいれば友達がおればな。そういうところが多くの方が分かってないし、会社の経営陣あるいは社員社長さんらも分かってないじゃないですか。仕事イコール志事の仕事っていう部分で捉えれるようになったら、使われ事から志事に変わって、自分がやる一挙一動足、自分が社員と関わったりお客さんと関わったり取引先と関わることに一個ずつ真心愛と善がこもってきたら、世の中の役に立つためにはどうしたらいいのかな。これ打ってええの、これお医者さんにこの薬売ってるけど、この薬売ってる人らあんま健康にならへんけど金が儲かるからって俺売らされてるよね。やめたらそんな仕事。自分のやってる行為一個ずつね、その薬が人を不幸にしてんのか幸せにしてんのか。学校の先生だったら、あなたが教える数学、英語、理科、社会で子供たちの未来がどう変わるのか、学歴とか偏差値、そんなためだけにですね勉強を教えてるんだとしたら、その仕事っていうのはもう機械的な形しかないわね。あんまり意味がないように僕は感じるけど、どう思うかな。さあ、分かってきた。もう一回言うで、ね。もう一回ちょっとまとめんね。冒険からの感動を得ようということで、行ったことない場所、喋ったことない人、それからやったことないこと、見たことないもの、それから触れたことないものに触れる、聞いたことない音楽とか声を聞く、それから食べたことないものを味わう、それから感じたことない感覚を感じる。こういうことも冒険やね。冒険すると視野が広がるで、視野が広がると、
いろんなものの見方が広く深く見えるようになる。さっきも言ったけど、たくさんのものがより味わえるようになるから、さっき言った学び成長することともつながんねん。本を読むことだけが学びではない。いろんな人に会っていろんなことを触れるという冒険することそのものが実は学びでもあるんやから、感動を得るのはもちろん大事や。感動を得るから人生は楽しくなるしワクワクする。でもその感動を続けて死ぬ間に学べるっていうのは僕は冒険じゃないかなと。だから本ばっかり読んで本の虫になって本から学べる成功者の体験談を聞ける自分の中に落とし入れるっていうのはすごいとは思うんだけど、やっぱり本の中でしょ、自分で体験せなあかんと僕は思うけどな。で、それから得た知識教養ベースにご自身がされてるお仕事を志事に変えて、誰の役に立ってんのかって意識すんねん。誰に貢献してんのか、何に貢献してんのか、誰がどんな風に喜ぶのかを考えながら物を売るねん。僕のオンラインサロンはどんな人に届いてほしいかって考えながらやってるわけや。この動画もどんな人がどんな風に苦しんでるのか、悲しんでるのか、辛い思いしてるのか、あるいはちょっと今飛んでるから抜けかけてねんけど、なんかのヒントになればええなと。僕が勝ってね、暗闇の中でもがいてそこから出てきた。出てきた後、何を心がけたらこんな風になったのかっていう、あくまで一例ね。でもこの一例がもしかしたら100人って言ったら 2,3 人の人の心に届いて、その人の人生がちょっとは救われるかもしれんし、その人の人生が加速するかもしれんや。だからこういう仕事できてむちゃありがたいなと思うし、毎回同じような話もあえてわざとやってるけど、でも毎回手を変え品を変え例え話を変え、あるいは服装を変え空気感を変え喋ることで、僕にとっては毎日がチャレンジやね。このおかえりのチャンネルの動画もこれ何本撮ったのか僕知らん、今まで何本撮ってるか知らんねんけど、全部チャレンジなんですよ僕にとったら。毎回冒険で、これ全部一発撮り、撮り直しなし、ようこんだけ喋れるなっていうね。これも普段から学ぶということ、インプットするということを心がけてるから、学んで成長するためにはさっき言ったように経験しないといけない。経験って何かというと、入れたものをアウトプットする、体験するということで、その体験を通じてこそ初めて僕は学びからの大きな成長があるんじゃないかなと、そんなふうには思う。さあ皆さん、ここまでいかがでございましょうか。人生を味わうための3本柱パート1ということで、次回パート2をさせていただきますけれども、今日の話がちょっとあやこに立ったなという方はぜひね、高評価ボタン、いいねボタンね、こんな話またたくさん聞きたいなということはぜひね、チャンネル登録の方をお願いします。またね、メンバーシップというのがあって、この動画の続きとか限定動画がいっぱい見れます。そして僕に会いたいなということは、オンラインサロン、ハッピーライフオンラインサロンっていうサロンもあります。これは今800人ぐらい入ってるかな。で、もう一個は皆さんが普段聞いてるこのお金のチャンネルのエグゼクティブマネーサロンっていう、お金の投資とか暗号通貨とか、お金の増やし方、守り方を学ぶチャンネル、これ2つね、オンラインサロンをやっております。ぜひですね、皆さん、オンラインサロン、お試し期間も今ついておりますので、ぜひ参加してみて、僕をもうちょっと身近に感じていただいて、毎朝流れてきます、記事。毎朝数本。あるいは、毎晩流れてきます。僕のブログ、限定ブログがね。まあ、そういうのを見て、新しい知識とか教養とか物の見方をぜひですね、ご自身の中に追加してみてください。お金の YouTube チャンネルの方は、月1回はライブやります。それから、エグゼクティブマネーサロンの方では、毎週月曜日の晩、約90分、講義形式でお金について学ぶということもね、させていただいております。株、為替、暗号通貨、それからアンティコイン、いろんなことをね、皆さんにお届けできるように、これからも頑張ってまいりますので、ぜひですね、チャンネル登録のみならず、サロンの方にもご入会してもらえたら嬉しいなと思います。ということで、今日はこれぐらいにて、今日はね、この後はハッピーライフカフェの方のライブ、毎週金曜日昼からやってるんでね、後でアーカイブで見れるようにしておりますので、どちらも楽しんでもらったらなと思います。ということで、今日はこれにて、ぜひ皆さんの人生より大胆で冒険に満ち、学びと成長と貢献に満ちたものになれますように心より祈っております。それでは今日もごきげんよう。今日も笑顔でいってらっしゃい。はい、皆さん、ここでなんとお知らせでございます。なんだかんだと頑張りましてね、この40年以上にわたる僕はですね、投資でまあまあ成功している人なんですね。もうご存知の方も多いと思います。この投資手法、なんとニュースとか難しい用語とか言葉全く不要、なんか嘘みたいな本当の話、なんと勝率 80% 平均を超えるというですね、この手法を皆さんに今回公開する運びとなりました。この動画を見られている方、もう本当に貴重な体験をされると思います。2つのコースが実は用意されていて、1つ目、まずこれはライブコースというコース、僕並びに認定講師それぞれ皆さんね、勝率90から 100% というね、アホみたいな、夢みたいな、嘘みたいな人たちが、皆さんが実際に株とか為替を取引するのを添削するというね、すごいコースをやっております。ただこれね、半年に1回しかやらないためにね、満席が多いんですね。だから皆さんのご要望に応えてもう一つ用意しております。それがなんとオンラインコース、これはいつでもどこでも自分のペースで好きなように何回も繰り返す学べる、こういうコース、この2つのコースをね、今回用意いただきました。
たしましたので、ぜひ皆さん、時代は投資です。貯金に預けてもお金は増えない、金庫の中にお金を入れといてもインフレで減るだけ。ぜひですね、このチャンスに自分のお金を自分で増やす、そのことに取り組まれることをお勧めします。ということで、お申し込み待ってるよ。